俺はカールここに修練者として入る予定だもう少し早く来る予定だったはずですがゴエと一緒に来るのではなかったのですか近頃はとても忙しいんです人が急に増えましてねゴエは俺に書類を渡して帰ってったそういうもんじゃないのか修練者は俺が初めてじゃないだろう違うかその方はあまり気遣いができないみたいですね そこのところとても忙しいんです。修練者が次々にやってきましてね、最後に来た方は召喚すら持っていなかった。あのビクビクしたい様子を見れば、あなたもその方が必死だったことは分かると思います。書簡がないのに受け入れたのか、怪しいと思わなかったのか。 おそらくその人は誰かから隠れたかったのでしょう。ですが、その人は司祭をしていて、修道院の道理を分かっているので、受け入れを拒否する理由なんてなかったんです。少なくとも、一時的には。あなたはまた別の事例ですがね、文字は読めますか当然だ。そうじゃなきゃここには来ない。そうですか。ならば、俗世の誘惑を永久に断ち切り、聖ベネディクト修道会に入る準備はできていますかできる。 ではあなたの世俗的な持ち物は全て処分しなさい売るか貧しい者たちに与えるか修道院に寄付するのです世俗的な品をここに持ち込むことはできませんよ詰め所に修道士のローブが入ったトランクがあります持ち物をそこにしまって修道院に着替えるのです私が副院長のところに行ってあなたの受け入れの準備をしている間は休んでいてもいいですよ幸運を祈るよ 何も身につけてないと変な気分だ。慣れの影響がこんなに大きいとは思わなかったな準備はいいですかついに修道会入りですね。これ着なきゃいけないんですかそのうち慣れますよ。残りの人生はそれで過ごすのですから。

キリストの兄弟たち、今日は新しい修練者を歓迎するために集まってもらいました。親愛なる兄弟、過去の人生は忘れ、聖ベネディクトの修道士としての新たな天命を受け入れなさい。o p スデ dei、オビディエンティア、オププロブリア、神に使え、服従し いかなる困難にも耐え忍ぶのです。これらはすべての土台であるだけでなく。身を捧げる修道会への救済です。セコンド。<music>

堂々と名乗るのですよう,ようこそ兄弟ようこそ兄弟僕はアントニオス君と同じ修練者だ この修道院を案内して回るよう指示されているこれから君が何をするのかそれから君の日々の務めについて教えるよ儀式の時助けてくれてありがとう何をすればいいか全然分かってなかったラテン語を知らないんだろ心配するな社事室で作業していればすぐに分かるようになるよ君は何でここに自分で来たのかいそれとも誰かに来させられたのかい 罰を受けてここに来た選択権があったなら酒場にたむろして夜は売春婦と一緒にいただろうな羨ましくはないな残念だが君はずっとここにいることになるよあんたについて教えてくれないか修練者だ商売が下手でここに来た本が好きで教育を受けたいと思ってるただ今のところ修道院生活はかなり予想外のものだったと言わざるを得ないね 見て回らなくてもいいか君はここに来たばかりだから明日からやらなくちゃいけないことを知りたいんだと思っていたよでも一緒に来たくないんだったら強制はしないよこれが日課を記した副委員長からの手紙だ書いてあることを読んで守るようになら行こうよしただその前にこの手紙を渡しておくよ副委員長が明日からの日課を君宛に直接書いたものだ ここの仕組みを知るためにも今晩必ず読んでおいてくれよしじゃあ行こうしっかりついてきてくれ歩きながら全部説明するよキリこの言葉を忘れるない働くことと祈ることが君の義務だ今君は神に仕えて君の欲求のためではない我らこっちに行くと寮があってそこでみんな眠ってる 空いてる寝台が一つあるけどそれが君のだ修道院で僕が最初に教わったことは睡眠を大事にすること僕たちは毎日夜明け前に起きる慣れるには時間がかかったよここは庭だ黙想したり瞑想したりする場所だ 数世紀前にこの修道院は最も名誉ある修道士聖プロコピウスによって建てられた彼の遺体は修道院地下の洞窟にあるそしてその魂は夜になると回廊をさまよい悪い修練者たちに罰をのかだから気をつけろよここは学習室と写事室それに図書室も兼ねてここで僕たちは作業するんだほらエスカ そして働け修練者として修道士たちには絶対に従わなければならない修道士の上には副院長それから違反を罰する巡回者がいる杖を持ってるから分かると思う彼らの言うことは聞くんだよここは食堂食事をとる場所だ食事中は死後厳禁兄弟の一人が聖ベネディクトの戒律を大きな声で読み上げるんだ 戒律は僕たちが従う唯一のルールだ神から授かったものを除けばねもし一つでも教えを破ったらすぐに罰を受けるぞまあ巡回者についてはすでに話したと思うけどここは図書室この修道院の誇り知識の宝庫だここでは本をただ読むだけじゃない写本もするんだ 君もやり方を学ぶことになるよこれで全部だ今日はまだ勤めに参加しなくていいでも明日からは皆と同じように働くんだ何か必要だったら兄弟の誰かに聞いてくれ喜んで協力するよそれから他の修練者のことも知っておいた方がいい僕のことはもう知ってるからあとはシスキンヨドクルーカスだ案内してくれてありがとうここには学ぶことがたくさんあるな あんんたにについいいてて教えてくれないかそんななかそ話すことはないよ僕はブラシムに住んでた父さんが死んだ後自分が商売に向いてないことに気づいただから店は兄さんに任せて修道士になることにしたんだここは平和だよ食べるものもあるし読書する時間もたっぷりあるつまり自分の意思でここへ変かもしれないけど僕はそういう人たちの一人だよいや僕だけかもしれない 本当は修道院での生活が油まみれの古い店に閉じこもっているより魅力的に思えただけなんだ告白をさせてくれ僕は司祭じゃないが何があったか教えてくれきっと心配するようなことじゃないだろうけど俺はこの修道院で盗賊を探してるそいつはノイホフ飼育場の焼き討ちに加担してたんだ何だってそんなことに関心を持つなんて君は一体何者なんだ 俺の仕事は事件の調査だ実行犯を探し出して叱るべき罰を受けさせる罰君はこの修道院で奴らを裁くつもりなのかいまだわからない奴らの痕跡を追ってるだけなんだあんたは手がかりになるかもしれないその消えた盗賊かい何か知ってれば教えられるけど僕は修練者の誰かに違いないと思うよ修練者以外の兄弟はノイホフの事件よりもずっと前からここにいるからね ああ、俺以外に修練者は4人しかいないでも誰がそいつなのかわからないでいる3人だ頼むから僕は外しておいてくれよでも確かに彼らのうちの誰かだろうねルーカスについては誰も情報を持ってないシスキンはいろいろ知っているかもしれないし修道士は盗賊じゃないそしてヨドクは陰険な虫キャラだあいつが虐殺に関係があったとしても驚かないよ本当にそれを考えるほどヨドクのことが嫌いになっていくよ あいつは人に気に入られるためなら何でもする裏切り者のネズミなんだノイホフにヨドクがいたらと思うと寒気がするよあんたは正しいかもなその考えは気持ちのいいものじゃないありがとうそれからこのことは誰にも言うなよ心配無用だ君の秘密は僕の口の中に閉じ込めておくよ あんたに聞くべきじゃないかとふと思ったんだ俺はロックピックを探してる修道院でその助けになるような人を知らないかロックピック兄弟驚かさないでくれよ罪深い男だね君はだがセラリウスに聞いてみるといい彼はかつて泥棒だったらしい修道院について知りたいことがあるんだ こののりを統括してるのは誰だ実のところ俺たち修練者以外だなだが公式にはペトル修道院長だじきに別の誰かになるがまあ関係ないな俺たちの生活はいつまでも労働と祈りだけだそうか兄弟たちの間で仲間割れはあるかある次の修道院長の選挙の話が出てからずっと慌ただしく騒ぎになってるなお前が気づいていないのが不思議なほどだ 修道院長の選挙について教えてくれペトル修道院長はお年を召されてるあの方が亡くなれば兄弟の中から次の修道院長を選ばなくてはいけない候補者はジョンとネブラス俺の意見はと聞かれたらネブラスこそが絶対に適任だと答えるなでも残念なことに俺の意見を聞くヤツなんていない修練者には発言権がないからなここでの生活を教えてほしい働いて祈り働いて祈りお前も知ってるだろ 神に使えるそれが俺たちの生活の中核を成す真理だここの修道士たちのそれぞれの役目は何だ図書室を担当している人庭の世話をしている人皆を監督するのが修道院長だけど不在の時は副院長だだが巡回者たちにはお前も気をつけた方がいい俺たちに戒律を守らせているのはあいつらだかなり厳しいやつもいるだからバスを受けたくなかったら いつも正しく行動して真面目に仕事をするんだなできるなら誰を修道院長に推薦する投票権もないのになんでそんなことを考えなくちゃいけないんだグレゴール他の人の用事に首を突っ込むなよそしたら夜はよく眠れるぞ、えー、俺はグレゴール修練者だ 儀式の時にあんたを見たうん知ってるあんたに気づかない方が難しかったよそれであんたはルーカス修練者だ怒らないでほしいんだけど話したくない一人の時が一番幸せなんだ他の修練者について教えてほしいあまり多くは知らないけどまあ聞いてくれアントニウスについて教えてくれ すまないけど話せることは何もない僕はあいつと話したことがないしあいつについて尋ねたこともないアントニウスに本当に誰のことも何にも知らないのかまあとにかくありがとう怒らないでくれよこれだけしか話せなくて悪かった誰かと知り合いになりたいって気分じゃなかっただけなんだ あんたについいてて教えてくれないか僕はお前に教えられることはないほら故郷とかどういう生活を送ってたのかとかそういうのだ僕は修練者で修道士としての名前はルーカス大事なのはそれだけだ頼むよ話せることは本当に何もないのかあるけど嫌なんだ悪いな僕は仕事と祈りに集中したい かつての自分に戻りたくないんだ僕たちにとって過去は大事なことじゃない僕たちは修道院の門をくぐった時に過去を捨て誓いを立てたんだそれを忘れてはいけないあんたに伝えたいことがある秘密の話だ俺はこの修道院である男を探してる人を探してるでもお前は修練者だよなそうだ 少なくとも俺の探してる男を見つけるまではななぜ修道士の中から探し出そうとしているんだいいか俗人の法はここでは通用しない教会では僕たちは神の法に従うんだ俺はこの修道院に隠れてる追いはぎを探してる奴はノイホフ牧場の襲撃に加担していた多くの命を奪ったんだああそれは聞いたことがあるだがなぜそんなことを僕に話すんだあんたが助けになるからだ そいつは修練者の誰かに間違いないんだまさか副院長には話したのか見つけたらその男に何をするつもりなんだ話をするまずはそれからだどの修練者が俺の探してる偽物か知ってたりしないか知らないし知りたくもないこの話すら聞きたくなかったもうこれで夜に眠れなくなってしまった俺はグレゴール修練者だ 俺のことはシスキンと呼んでくれ君は自分の意思でここに来たのかいそれともお仕置きかいまあどっちでもいいけど煉獄へようこそ今煉獄って言ったかじきに分かるさじきにねあんたについて教えてくれないか君を嫌うんじゃないが自分の過去は話したくないんだ何か隠してるのか なぜそんなに自分のことを話したがらないんだ俺は忘れてしまいたいような嫌な過去を隠してるここに入れられた時失ったもののことは考えたくないそれに俺はあなたはあの高名なパルディビッツのスミルフラシュカの息子さんではないですかって聞かれるのが嫌いなんだ俺には金があって何でも持っていたでもある時父さんが自分の死が近づいていることに気づいた それで息子を一人修道院に入れることにしたんだが俺は末っ子だったんで選ばれたんだ俺は財産の管理なんてできないし浪費してしまうだろうとも言われてた信じられるかこの俺が修道院だぞそれでちょっとした仕返しに家から持てるだけの金を奪ってきただが嫌なら来なくてもよかっただろう そうだな俺が町の入り口で物乞いしてもいいんだったらな選択肢は一つだけだった修道院か何もなしかだ父さんが死んだ後だったらどうということはないけどまだ生きてるうちに俺と縁を切るなんてあんたが盗んだことは気づかれてるだろう <laughs> あいつらを怒らせるためにここに入る時修道院にいくらか寄付したんだ 俺の兄たちがそいつを取り戻そうと副修道院長と口論しているのが目に浮かぶよそして残りを隠したわけかああそうだお宝はこれからどうするんだできるだけ早くここから出ていく短期な兄弟たちが落ち着くまでもう1年か2年待つそれから金を持ってどこかここからずっと遠いところに消えるさ 知りたかったのはそれだけだお願いだから黙っててくれよ特に金のことはさ朝の祈りを休んでも罰を受けないのはなぜだ巡回者たちに金をつかませて見逃してもらってるそれに顔を見せるようにしていれば他の修道士には気づかれない朝のあの時間じゃ誰も頭が起きていないからな あんたのお宝についてまだ知りたいことがある大した秘密じゃない本当だ礼拝の合間に本を読んでるだけだそうしないと読む時間が取れないなんていうかその時間しか好きな本を読めないんだ床板の下に隠してたのは他の人に見つからないようにだ修道院長に伝えるぞ 修道士が祈りをサボって何をしてるか知りたいだろうしな何本音を打ち明けた男をお前は裏切るつもりかならこういうのはどうだ誰かにこのことを話したら俺があんたの首をひねるんだここに俺が埋めたものに手をつけたらあんたも同じように埋めてやる分かったか話しておきたいことがあるあんたにとっていい話じゃない 俺はここで人を探してるそいつを排除するためにだがよく聞いてくれこれは殺しじゃないそいつの場合は違うんだ奴はノイホホを焼き討ちにした盗賊の一人なんだ生きる価値などないそいつはここで何をそれに君は誰なんだ奴はパイオスと呼ばれてる以前は神父をやっていた大勢にわれてると気づいて奴はここに隠れたんだそして分かってるとは思うが疑いの目から免れている 俺はヤツを見つけ出し裁くためここへ来たヤツは修練者のうちの誰かなんだつまり俺たちの中にお尋ね者と暗殺者がいるということかこの場所は俺が思っていたよりずっとワクワクするな誰なのか分かってるのかそのことなんだがこれ以上は話せないそれからこのことは黙っててもらいたい だが君は修道院で殺しをすると言ってたじゃないか俺は報告に行くべきだ本当に行くのか俺は行かないような気がしてるぞ君の言う通りだ秘密にしておくよ君の厄介ごと事に巻き込まれないというだけでも俺にとっては十分厄介なんだそれに俺はじきにここから消えるつもりなんだ修道院のことを気にする必要がどこにあるありがとうシスキン

笑いを生む言葉はこれを非難し命を尽くす信者はこのような言葉のために口を開いてはならない聖ベネディクトの戒律、な人の精神分かれればならん私についてこい言葉と教えは修道院長に聞くのは目することと傾聴することである そしてそれゆえにもし修道院長から何かを任されたときには敬意に由来する謙遜と服従でもって命に集まなければならない体が強いんだなお前他のやつなら間違いなく死んでたぞ何何があった少し話をしてやろう昔々あるところに若い青年がいました彼は心身ともにボロボロで貧しく 彼に未来はありませんでした彼は友人からバカげた行為に誘われましたしかし彼は本当の悪人ではなかったのでそのバカげた行為を行うよりも逃げ出すことを選びましたですが彼の友人はそれを心よく思わず罰を与えようと考えました友人は彼の喉元を引き裂くため猟犬を送り出しましたしかし彼もバカではありません猟犬が来ることも知っていました 彼は餌に毒を仕込み猟犬が現れた時にそれを与えたのです彼はその獣が生き延びるとは思っていませんでしたそして突然彼は自分のした行いを食いました彼はその猟犬と取引を申し出たのです俺に毒を持ったのはあんたか悪く思うな殺すか殺されるかだ俺たちは誰かのゲームの駒だ 奴らには計画があるだが奴らの思い通りに使われてやる必要はない俺たちはこのことを全部忘れてしまって別々の道を行くこともできるああ確かに俺は盗賊でノイホフにもいたさ窃盗も強盗もやっただが神に誓って無実の人間を殺したことはない俺はノイホフの光景を目にして自分の人生がクソほどの価値もないことに気づいただがそれを変える機会はまだあると思っていた この修道院で俺は長い時間いろいろなことについて考えてたそしたらお前が現れて全てむちゃくちゃにしやがったつまり役人が生き方を変えて神に出会ったとそれであんたの提案は何だ2人でこの場所を出るお前はお前の仲間のところへ戻り俺は誰かが俺を殺しに来ないようなところで平穏に暮らす俺たちが協力すればお互いに欲しいもんが手に入る 他に選択肢はないのかそうだなお前が他の修練者を殺してもいい殺人があったと修道院から漏れれば俺の古い仲間は俺が死んだと思うだろうだが俺の解決策なら人を殺さなくてもいい逃げる前に誰かが俺を殺したように見せかけるんだ大量の血ズタズタの俺の修道院それから川へ続く足跡だ誰も俺の死体をわざわざ探そうとはしないそれで俺たちは別れる お前は懸賞金を手にし俺はここからできるだけ遠くに離れる了解あんたの言う通りにやろうよし最初は対立したが合意に達することができて嬉しいぞこれを何か胃を落ち着かせるものを食べるんださあ俺たちに必要なのは修道院の鍵と痕跡を作るための血だあんたは何をする 長旅の準備をする生活に必要なものとか普通の服を手に入れたりそんなところだお前は修道院のまま逃げてもいいが俺はできるだけ早く消える必要があるなぜ修道院の鍵がいるんだなかったらどうやって出るんだよこの場所は牢獄みたいなもんだ鍵を手に入れるのは簡単じゃない分かってるだがセラリウスは改心した盗賊だ奴はまだ城前破りの道具をその辺に持ってるはずだ 使い方を知ってるなら探す価値はある難しいが方法はもう一つある副委員長から鍵を盗むんだあの人はいつもそいつを持ち歩いてるどちらも難しいとは思うが必ず必要なものだそれで修道院のどこで血を手に入れられる台所に注文する全ての材料の一覧が書かれた溶皮紙があるその材料にスープを作るための血を追加するんだ 次の日に運ばれてきたら運ばれてきたことすら誰にも気づかれないようにそいつを奪うんだよし知りたいのはそれで全部だ始められるぞいいね全て手に入れたら俺のところに会いに来てくれできるだけ早くなそれからクレゴールありがとう